都営浅草線は1960年に都営初の地下鉄路線として押上浅草橋間が開業し、同時に全国で初めて地下鉄と私鉄の総合直通運転を行った路線です。現在では京成電鉄、京急電鉄、北総鉄道、芝山鉄道の4社との直通運転を行っており、首都圏における標準機の私鉄ネットワークの中心的な役割を果たしています。そんな浅草線の主力車両は1991年にデビューし、その独特のモーター音で鉄道マニアに親しまれてきた5300型でしたが、2018年6月30日ついに新型車両5500型がデビューすることが決まっています。浅草線で20年ぶりの新造車両となる5500型は、歌舞伎や江戸切子など東京の伝統的な文化をモチーフにしたデザインを採用し、日本らしさとスピード感が伝わる車両をコンセプトに製造されました。今後順次浅草線の全27編成を5500型に置き換える予定です。この車両の主な特徴としては、総合車両製作所ジェートレックの次世代ステンレス車両サスティナが設計として採用されたこと、袖仕切りが大型化され座席幅が広くなったことや、車椅子スペースが全車に設置されたことなど、近年の新型車両の機能を十分に盛り込んだ設備となっています。とはいえ現在の主力車両5300型に比較的車齢の若い車両が残る中で、リニューアルではなく全車両の置き換えに踏み切ったのは少々時期が早いような気もします。浅草線が今新型車両をデビューさせるのにはいくつかの理由があります。まず一つ目は訪日外国人の増加があります。成田羽田空港と日本の玄関口を2つ結んでおり、浅草や銀座などの有名観光地を抱える都営浅草線は今後も多くの外国人が利用することが予測されます。そんな中、体格の大きい外国人やスーツケースを抱えた観光客に対応できる広めの座席、多言語対応の車内 LCD やユニバーサルデザインの車内設備の必要性が高まっていることが新型車両導入につながったと考えることができます。二つ目に、都営浅草線が全線開業から50年経過しており、施設や車両を含め更新をする時期が来たということがあります。東京メトロでは一番古い路線である銀座線のリニューアルプロジェクトが進んでいますが、都営地下鉄で一番古い浅草線でも全面リニューアル計画が交通局により発表されています。トンネルや駅設備の更新も計画に含まれますが、このリニューアル計画の第1弾かつ目玉として新型車両の5500型がデビューすることになっています。ちなみにこの計画では山手線新駅が接続する予定の泉岳寺駅の大規模改良工事なども含まれています。最後に、浅草線車両の最高速度向上により現在の運行上の制約を克服するという目的があります。現在走っている5300型のほとんどの編成の最高速度は時速 110km であり、時速 120km 運転を必要とする成田スカイアクセス線の運用や三崎口方面の快特運用をこなすことができません。新型車両5500型の設計最高速度は 130km、 運転最高速度は 120km となる予定で、これらの運用をこなすことが可能になると見られています。実は5300型の最終編成である27編成だけは120キロ運転に対応していますが、全編成を改造するには至らず、結局都営車による120キロ運転は現在行われていません。車齢が20年を超える車両を高速化改造するよりも新型車両を導入した方が良いと判断されたのではないかと思います。このように増加する外国人観光客、開業50周年を迎え老朽化が見られる浅草線の全面リニューアル、現在の最高速度による運用上の制約などが理由で、今回新型車両5500型がデビューすることになりました。5500型が浅草線の顔となる日はそう遠くないでしょう。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。